は特に考えないんですよね。一応基本になる肌色と、まあ、木綿の白と、あと黒、青、緑、赤の4色に、まあ、ほとんど茶色が入ってるんで、ほとんどサイドがない色なんですけど、うん、その上にこの肌色の、まあ、明るめのボードを塗って、で塗った時はほとんどこの色なんです。お湯で洗った瞬間にパッと肌色に開くんですよね。で、まあ、洗うんで余計な絵の具がどんどん落ちるんですけれど、下の濃い色と上の明るい色でその糸目が出て、まあ、織物みたいな色合いになるんですよね。まあ、僕はノイズって呼んでるんですけど、その人間の脳っていうのは記憶で物を見てるんで、見たものを記憶で保管して見てるんで、ノイズを拾って何か質感に変えるんですよね。だからで一回覚えたものは全部忘れようと思って、でその時に人物描くために何が必要かって言って、肌色一色だけあれば、まあ、自分だけの肌色があればそれだけで描けるんじゃないかっていうことで再スタートしたので、まあ、人間も全く言うこと聞かないし、だからず、まあ、私はあんまり人見知りで人間はあんまり得意じゃないんですけれど、まあ、そので言うこと聞いてくれないんで、だからのめり込んでいったっていうのもありますよね。線はよくそのいいねって言われるんですけれど、僕の場合日本画的な線ではなくて、で、まあ、線はもうキャンバスの凹凸に刺していくように引いていくんですけど、その日本画のいいところっていうのはその説明しすぎないところなの で、説明してしまうと間違い探しになるので、見る人がこの質感はちょっと違うとか、この顔は好みじゃないみたいなのが出てくるんですけど、まあ、美人画の文法っていうのは、まあ、浮世絵見ても僕らどんな顔かわからないじゃないですか。記号なんです。でも記号だからこそ自分の経験を補完して、美しい人に見ようとするっていうのがあるんで、だから美しいんです美人画って。もう日本画もだから、そのどこまで省略してでもどの年代の人が見ても自分の記憶の中にある女の人に見えるのはどういう形だろうかっていうのは考えながらやって、